自転車操業企画ね、まあ、参考買っちゃってるんで、もう自転車操業強いのかね、わかんない状況ですけど、まあ、とりあえずうちの子たちがある程度、ね、コンスタントに走ってくれてるんで、まあ問題はないでしょうぐらいなんでね、とりあえずじゃあ、そうですね、年末終わらしましょうかね。いや、問題はビスタが勝てるかどうかなんだよな、大商店。勝ってほしいな。どうせ何人気ないでしょ。じゃあ逃げでいいよ。一応これでね、ビスタは引退レースの予定なんで、まあ川崎記念とか一応登録しますけど、勝ってくれるかな。勝てるかな。もうダメじゃん、ガス欠死んじゃん。ダメだったか。誰だあの大外の馬、強えなこいつ。名声オペラか。あ、岩手か。なるほどね。まあ5着検討か。いや、でもよく逃げて5着入ったなあいつ。やっぱりもうビスタ引退かな。川崎記念だけは是が非でも勝ちかったんだけどね。どういう感じ？G1 きついか。引退かな、やっぱり。グラスワンダーと鶴松吉。まあ、2頭仲良くか。じゃあグラスワンダー勝つと思って飛ばしちゃっていいっすね。勝った偉い。勝った偉い。で、こっちはブラックホークか。3頭って誰がいるっけ？ブラックホーク、ブロードアピール、手続きセーバーか。みんな人気ねえ子か。じゃあ追い込み、レッツゴー。よくブラックホーク勝ったな。しかも日本レコードか。うちレコード好きだな。で、問題は有馬記念か。有馬記念は、アルカイダ、ごめん、イーグル追い込み、アルカイダ追い込み。今回2頭出しだよな。じゃあいいや。どうしようかな。ジェニューインにメジロブライト、メジロドービル。ちょっと待って、買うんだったら誰だ？まあ、エアグルーブ買うじゃん。ジャスティス買うじゃん。まあ、バブルガムフェロー、ダンスパートナー。で、トップガン、サンデー、ジェニューイン、メジロドベルとか、まあ、急騰買いか。ワイドの急騰っていくらだっけな。確かワイドが10頭で2500円ぐらい。あれ、もうちょっとしたっけ？ 4500 円か。まあ、じゃあ4000円ぐらいでいいのかな。ポチッとな。しかもなんか横浜市、なんかやるみたいだね。まあ、知らねえけど。あとでユニュース確認しよう。
ちの子たちは本当に後方か。まあ、高校生は中段のギリぐらいか。そうね、一等ぐらい分かってほしいけど、なんかすげえランプが邪魔。有力馬のジェネー含めていろいろか邪魔。ドーベル、しんがりんだんだ。問題はここなんだよな。いや、多分だけど、G1 年間6勝はね、年度代表はなんですよ、普通だったら。アキコバ3冠とかさ、それは本当にボバヒンバ3冠がいったら終わりだけどさ。でも3歳馬で NHK 勝って京都チャンピオン、あの、京、なんだっけ、マイルチャンピオンだもんね。悪くはないと思うんだけどね。そしてうちの子が1頭伸びにし、誰だあいつ。アルカイダか、イーグルか。まあ、アルカイダもちょっとここではきついか。1,2,3,4,5,6,7,8、まあ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 、うわ、ひでえな1頭。まあ、しゃあねえか。イーグルは今季で引退しましょうか。うちの子は8番人気買っていくと、まあ、12番人気11着か。まあ、メジロドーベルに一緒にジェニーに買ってんだから、まあまあ、検討と見るべきか。少しはね。まあ、イーグル。まあでも、腐っても3冠行ってた馬だからな。まあ、実際は日経新春あたりから行くか。すげえ、3区15個で買ってるか、赤字か。3区15個で買わなきゃギリギリ黒字だったんだ。はい、け。これ、あ、ヌレイエフか。あ、でもみんなこれからなんだ。よくまだビスタあいついけたな。じゃあこのままみんな仲良く行こうか。でも問題はなん、セイバーなんだよな。まあたまに重傷で構想するぐらいか。まあだからそうね、サマー2000とかサマーマイル行くぐらいでいいか。こうやって見るとうちの子結構勝ってんだよな。まあ12分の3割かもしれないけど、11分の6、まあ26分の8、ましては13分の11。シーキングザパールかバケモンだった。お、ミスプロに引退したんだ。あ、マルゼンスキーも引退したんだ。あ、お、ノーザン、え、なんこれ。あ、ノー、なんこれ、ノーザンなんとかわかんないけど。スティーペンなんとか。グリーンダンサー。まあまあ、うちの子はまだ全然いいのか。わー、前のトップガン、ジェニー、サンデー、ローレル、わ、全然一気に来たんじゃん。わ、バブルガフェン、待機ブレザードもいる。あ、終わったー。あ、終わったー、うちのこっち。ヤシマソブリンもいいんじゃん。シンジゲートは別にいらねえよ。前のトップガンも別にそこまでなんかいい、必要なんだけど、前のトップガンそこまでいい産気ないですよね。買える馬は。この辺だったから、キングモールで買えねえか。そもそも知らねえんだよな、この辺の名前。まあ、特に買う必要はないでしょ。うわぁ、サドラズギャル欲しい。お守りがない。やべ、マジで。お、シアトルダンサーいいんじゃん。いや、牛っていうのはシアトルダンスしか名前知らんよ。うち、繁殖現場なんといるっけ、シュボーバの売却。ホワイトマズル、まあ、種付け量500万だから、そろそろ売っちゃっていいかもね。ホワイトマズルは売っちゃおうか。調教師は。ああ、こいつ引退か。騎手は誰かいねえかな、新しいデビューしたやつ。まあ、ろくなやついね。メダテルがフリーぐらいか。あ、タケコもフリーか。あ、今年デビューの新人、マジで名前知らないんだけど。アドマイヤマンボ、ゴールドテール、サウスティックス、メシオドット。小島太子が51歳だから。あ、でも、まあ、でも、どうしようかな。小島太子のところに1頭ぐらい預けたいんだよね。アドマイヤマンボでいいか。アドマイヤマンボ、小島太子にして。で、ゴールドティアラはもうダートマンなんで、こっちにしとくか。いや、どうしようかな。いや、ゴールドティアラは、その自給車でいいか。うちの馬にして。で、サウスビグラスもうちの厩舎。で、名称と等も、そうせ、うちの、あれでいいか。問題はここなんだよな。グッバイヘイロー。この辺も。
まあ、ダート向きか。クラシックディスタンス。デビュー遅いのか。カルテットでいいか。あ、これそんなに評価ないんだ。じゃあこれ、小島太でいいか。で、番名が。評価としては、こちらも来年中芝向き中距離ぐらいか。ジェシーでいいか。女の子で仕事、ジェシーでいいや。で、今年はクラブもなしでいいっすね。投入しない。今年は別に、あの、募集場いないんでね、投入する必要ないんで。わー、マリリン除外食っちゃった。じゃあいいや。グラスバンダー。ジソーどこだっけ？海外か。まあ、3週間後ぐらいか。何ランク上がったんだ。今何年だっけ？今98年ぐらいか。あれ今何年だっけ？ちょっと待ってね。てかさっき俺の生まれ年だから。まだギリギリか。あれどうだったの覚えてねえ。今は、98年か。まあ、大丈夫そうでしょ。ちょっと待ちくださいね。え、これ。ああ、シーキングザパールうちの子か。待機シャトルか。どうせくれるならお守りくれよ。失礼ながら。ちょっと待って、調教、ああ、間違えた。調教パートの設定しよっか。今回誰にしようかな。まあ一応、そうね、サウスリーグラスでいいか。できればサウスリーグラスもね、海外行かしたいから、海外遠征でこの辺でいいか、マイネルコンサート。で、あとどうしようかな。まあゴールドティアルか、こちらもダートマなんだけど。今年うちダートマ多いんだよな。アドマイヤマジーンでいいか。俺アドマイヤったら個人しか知らないんだけど。そうね、アドマイヤ個人って昔出すんだけどな。まあいいや。で、うちの子は問題はあれなんだよな。ちょっと待って。うち結構放牧で多いな。まだこれ登録できないもんな。でもね、シーキングザパラね、一本ドバイ使いたいけど、まあ、高松の宮で G1 でるから。ちなみに年度代表は誰だったの？それが知りたいんだけど。ちょっと待って、先に競争もあるか、番頭だけ登録するわ。手続きビスター、うわー、疲労溜まってる。じゃあいいや。放牧出すか。6週間ぐらい放牧して、で、柏記念行きましょうか。柏記念から帝王賞行って。こっちは、鉄球競馬京都記念。阪神カップで6着。オータムハンデか。じゃ、こっちはなんかマイル使うか。あ、ちょうどいいや。東京新聞杯から。間違えた。東京新聞杯から。そうね。まあ、大阪、あ、まあ、阪急杯でいいか。で、こっちは手続き割りが京都記念。よく金杯除外になったな。そうなると、まあ、日経新秀杯か。ハンデ戦だけど。ブラックホークが阪急杯。これじゃ状態いいから、ちょっと一本どっか使うか。1600お前いけるっけ？多分無理だよな。あ、1600いけんだ。じゃあちょっと待って。ちょっと待って、バグった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 。ちょっと待って、迷った。こっちか。
出れなくはないよね。ちなみに、あと香港トリプルクラウンって何があるの？まあ、香港探せばいいのか。香港、これか？わ、距離2000はごめん、無理だわ。香港、あった、ここか。じゃあ、阪急杯は一応登録しようか。まあ、そうね。そうね。まあ、香港スチャージの結果によって、まあ、実は、ね、香港除外するかとか決まるんで。こっちは阪急杯ブロードアピール。ちょっと疲労溜まってるんで、放牧しましょうか。まあ、4周ぐらいでいいでしょう。で、一応、次走は、未勝利、香港。C 使えねえよな。吉田 C。あー、じゃあ、京成杯使えなくちった。まあ、いいや。しょうがないんで。AB な。そしたら日系新春杯が岡部と武田から問題ねえか。これなんか一本使いたいんだよな。鶴丸剛は、こいつ逆に言うと G も勝ってねえから海外行けねえのか。重賞勝ちたいんで。一本新山記念使うか。新山だよな。合ってるか。距離適正、あ、でも距離適正的には京成杯の方がいいのか。うちの子いたっけ？アソシアルのみか。じゃあいいや。一応こんなもんかな。じゃあ新聞とかだけちょっとちゃ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 パッパッと飛ばしましょうかね。ああ、お越しが終わりでおございますって感じだ。すげえ腰いて。来年は何頭参加かえんのか。まあ、10頭ぐらい欲しいけどね。ちょっと待ってくださいね。あの子帰るのって何年だっけ？お待ちくださいね。まだ全然先か。じゃあいいや。3番人気か。5着。うわ、終わった。あいつ未勝利だな。100%あいつ未勝利脱出できない気がする。わ、ちょっと待って、形勢敗棄進行した。しかもこれ抽選は確定すんだ。うわ、6な奇襲いいね。じゃあね、柴田大地使うか。柴田大地と、なんか若手でいいの転がってない？じゃあ宇治川ってやつ使うか。本当にこのやべえ、未勝利が勝てねえんだよな。どうなんだろうな、ね。まあ遅めだから仕方ない部分もあるけど。コメントどう思ってんの？まあ経験積んだことで、まあかなり理解か。まあそれ理解してもらわなきゃ困るけどさ。あ、ごめん、お前ダートバか。じゃあダート使うか。まあ、最終目標はヒアシンセックスいけるかな。ギリギリか。そしたらこの辺でそうね、まあ、確実にもう、勝てるレース取りこぼすぐらいで、まあ、使っちゃうしかないか。あ、ほんとよくないんだけどね。グラマって誰けっと。あ、第一ルビーか。なるほどね。まあまあ、名馬からの牝馬だけど。まあ、アリオスバーとか使い物になんないのか。シルキーが形成杯。これ間に合うよな。まあ、機種ができないだけか。まあ、そうね、シーチューと海外行っちゃってから使えなかったんだよな。岡部もエビナも使えなかったし、ちょっと痛えな。うちの子4番人気か。スキップ。4着。まあまあ全然、じゃあこのまま海外行かすか。4着なら海外行ってもいいや。派手に負けたわけじゃないし。お、バンク勝ったんだ。あれ、うちのあれだよな。あっちの馬だよな。鶴丸清志、手続きソシアル。鶴丸清志。ソシアル、サシ、鶴丸剛、追い込み、ごめん、サシ、スキップ。よし、OK、ナイス。アルカイダ、1番人気、セイバ、14番人気、追い込み、サシ、サシ、あ、間違えた。サシ。マリリンもいたんだ、ごめん、忘れてた。マリリン追い込みでいいか、スキップ。やった、アルカイダ勝った。やった、これでグッバイヒーローの参加、また重症化チーム出た。ラッキー、ラッキー。よし、グラスワンダーも放牧しようか。したら、グラスワンダーたちは、
鶴丸剛、正直、海外どうかな。なんか一本ちょっと芝使ってみたいな。グラスワンダーも調子 OK か。で、グラスワンダーもその前に1本、海外使うか。今から急いで輸出できるところは。あ、香港か。じゃ、香港2000使ってみようか。こんなもんでいいでしょ。これなんだ。あ、うちのブラックオークか。ちょっとクイーンエリザベス2000カップ。ごめん、何の列できるんだった今。あ、皐月賞走れねえのか。じゃあごめん回避。じゃあごめん回避。皐月賞、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 こっちか。一応、そうね、グラスワンダー。あれ、これ、視線誰だっけ？グラスワンダーは、吉田で勝ってんのか。吉田、海外竹。で、吉田か。いやー、ごめん、ちょっと、こっちは竹にするわ。皐月賞もごめん、竹だな。すげえ申し訳ないんだけど。グラスワンダー以外に竹乗る馬いねえよな。じゃあ大丈夫か。こんなもんかな。で、シルキー、フィガロ。問題はフィガロなんだよな。重賞勝ってねえし。こいつ何戦何勝？もしかして、こっち新馬勝ちのみか。そうね、こっち新馬勝ちのみか。やべえ、こいつ先発ったな。今から2歳いけるのは、まあ、共同通信杯でいいか。まあ、鶴丸剛いる、如月賞でいいかじゃん。そこはね、不十分でも走るしかねえんだよ。あとは、阪神大賞典のアルカイダ。アルカイダ。そうね、阪神大賞典使うんだったら、どうだろうな。どうしましょうかね。阪神大賞典使っても、どっちにハルペンはいけないんで、大阪杯行くか。大阪杯行って、大阪杯とかあったった。大阪杯行って、で、短期放牧出して、で、まあ、宝塚、間に合えばいいか。一応、こんなもんだよな。で、あとは、シーキングザパラたちがいつ帰ってくるかか。結構、イーグルの放牧いつまでだっけ？イーグルの放牧は？あと一週か。まあ。で、今週は、誰が知るっけ？未勝利のみか。先行させてみるか。面白いと。あ、先行勝ちなんだ。よかった、勝ってくれて。あいつ先行馬か。なるほどね。覚えとこう。結構みんな一気に帰ってきたな。で、お前誰だっけ？誰が来たっけ？アルカイダ。シーキングザパールもしか、ちょっと待って、シーキングザパールあれ来てんやな。香港スプリント。どっか使えねえかな。ちょっと待って。今どこだっけ？今から一番早く行けるのは。これか、クイーンズなんとか。あと、香港は。ここか。あと、香港。もしかして、香港ってあれ、もしかして、スプリント？いや、香港3冠って言ったら、絶対俺、年末の香港スプリントの気がするんだけど。あ、違うわ。ただのグローバルスプリントチャレンジだ。じゃあ、なんだ？ちょっと待って。香港、3冠。スプリントと。香港三冠スプリント。ちょっと待って。俺何登録したっけ？クイーンズシルバーの前に、あ、そっか、千何、
1000何とか買ったのが走れなかったんだ。ローテーション的に。そうだよな。これか、多分。あ、これっすね。1000何とかプリントか。あ、じゃあこのまま二冠競歩だけ行くか。で、すぐに帰ってきて高松の宮使って、で、次安田記念か。安田記念しようって。バグった。安田記念使って、で、目指すは凱旋門賞なんですよ。凱旋門賞の裏競馬に、あれ？凱旋門賞どこだっけ？あ、これか。凱旋門賞の裏競馬に、あ、ファッション、フォレ賞ってそんな賞金少ないんだ。あらら、どうしましょう。あらら、どうしましょう。どうしようかな。そうなると、キングジョージの裏探すか。キングジョージの裏は全部、まあ、ちょっと厳しいか。俺しか賞金ねえもんな。2400万だったら、国内の GM1 本使ったら全然儲かるんだよな。どっちにしこの人、スプリンターセックスあるか。スプリンターセックスどこだっけ。スプリンターセックス。スプリンター使って、マイルチャンピオンでいいか。で、去年は香港スプリントを勝ってるんで、まあ、また香港スプリントでいいっすかね。ちょっと待ってくださいね。ちょ、尺的には26分か。ローテーション的には、間違いなく C に乗せるじゃん。ちょっと待って、C がいない。あれ、C がいない。え、なんで？嫌な予感がする。まさか？チーン。 ちょっと待って。ブラックホークで C 使っちゃってたわ。うわー、じゃあ機種変更。誰にしようかな。じゃあ若手から、横の 若手じゃねえ。 で、こっちを緊急で C にして、で、問題は次走だな。4月4日の香港なんとかのか。4月4日の香港なんとかも犯人ブラックホークじゃね？ビンガー。しょうがないんで、こっちも、横乗りにして、シーキングザパールを。ちょっと待ってね。なんだろ、シーキングザパールが調子が上がるかなんだよ。まあ、そうなってくるとね、単純な話。まあ、お守り使えばいいだけなんで。まだこいつ海外行ってねえな。ちょっと傷の込むんで先に、調子上げましょうか。お、あ、間違えた。まあいいや。俺、調子じゃなくて、投資上げちゃった。失敗した。まあいいや、ミスったのは俺のせいだ。一応、この後は、香港で、高松向けの、一回海外かけてくれもんでねえか。そしたら、じゃあ、このまま行きましょうか。東京新聞杯に、キサラギ賞2走か。尺的にはちょうどよさ、そうですね。終わりにしちゃってよさそうですね。松山、横山、吉田。まあ、3頭でいいか。で、問題は騎手の手配なんだよな。竹どこ行ったあいつ。わあ、竹も香港行っちゃってんじゃん。わ、全クラ乗り換えが確定した。つまり、お前、京都記念走れる？はい、無理なお知らせが発表しました。京都記念無理なんで、洛陽セクセクか。ハンデ戦だけど。で、竹無理なんで、余ってる機種で。余ってる機種させてるけど、福永でいいか。で、問題はこっちだな。共同通信杯の横乗りが使用不可能なんで。なぜかこの辺の竹も使用不能になってから、これ後で確認しよう。 共同通信杯横乗りから、まあ、日本の機種となると、まあ、海老名か。そうね、海老名でいいか、一旦は。エビナが乗れるかとか見つけるんだけど。エビナ大丈夫そうだな。竹岡部は入ってるけど、エビナ入ってねえな。で、オッケー、エビナでいいや。よし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 。多分これで一旦は、2月の3勝は大丈夫だよね。奇襲手配。そうですね、大丈夫そうですね。横乗り、横乗り。まあ、本当はこれなんですよね。グラスワンダーの方、竹じゃなくて横乗りしてよかったんですけど、何、しかもしかね、竹持ってこう。まあ、乗ってくれるかわからんけど。手続きすれば17番人気か。もう終わったな。9着か。まあまあまあ、検討検討。如月賞はフィガロが6番人気。
そしてやるわ、これでいいか。スキップ。お、2着検討じゃん、えらいえらい。ってことはフィガロ負けたな、あいつ。ただちょうど尺的に30分なんで、おビッサ帰ってきたか。うわぁ、ちょっと待って、落葉セックスだ、あれつけなかったんだ。誰がいる。お、うちの若手いいんじゃん。じゃうちの若手でいいよ。あ、こいつ初勝利した。何かで勝ったんだ、おめでとう。で、うちのビスタが帰ってきたから、ビスタ、ビスタ。もうフェブラリーから。柏記念1本どっかにいいかな。ダイオライト記念でいいんだけど、ほんと。まあ、柏記念1本使って。そうね。まあ、まあこれで、まあ、そうか、フェブラリー6の放牧させなくていいんで、ダイオライト記念1本使うか。ダイオライト記念1本使って、柏記念かな。まあまあ帝王賞行ってまた放牧して、南部杯 JBC 中京でいいでしょ。で、問題が発生してるんだけど、騎手使える？一応2月の3週で竹横乗り。2月の優勝海外戦ないから。大丈夫か？なんか3月だけが竹使えないんで。これはしょうがないんで。岡部でいいか。大丈夫そうっすね。そしたらじゃあ一回セーブにしましょうね。ちょうど30分なんで。終わりにしましょうかね。ちなみにごめんなさい、コースプン見るの忘れてた。結局年度代表馬って誰だったの？これが全然わかんねえんだよ。やーべえ、年度代表馬みんな忘れた。これでいいか。一応前走がここだから。シーキングザパール3歳牝馬。あ、年度代表馬取れたわ。最高じゃん。すげえ。まだかな、あれか、マーベラスサンデーとか抑えて、マジでシーキングザパールか、年度代表馬。その割になんかご褒美もらえないんだ。その割にご褒美もらえないのちょっと腹立つけど。まあ、そうね、とりあえずは、まあ、虹の守り1個欲しかったけど、今うち重賞何勝してるっけ。確か G1 5勝かなんかすると、ね、虹の守りもらえないですよ。100勝ごとだっけなんか忘れたけど、まあいいや。まあのんびりそうね、大湯し、まあ、ゆくゆくの頻度は買うとして。一回セーブして終わりにしようかね。ではまた次回の動画で一緒にしよう。ありがとうございました。